どうも、アイリーチャンネルです。ベストボディジャパン日本大会まで残りあと9日となりました。カウントダウンがついに始まりました。今日からね、ほんとどんどんカウントダウンして心境を語っていこうかな、やることあれば Vlog に上げていこうかなと思います。今ね、こう毎日こう Vlog やってるんですけど、思いを語っていきながら少しでもね、応援してくれる人をちょっとずつファンを獲得して、日本大会にを迎えて、フィットネス業界に貢献できればなと思います。で、僕を見てね、この少しでもこう、なんだろう、活力にしてくれる人が増えてくれたらいいなと思ってます。今日はね、実はトレーニング3日に1回オフを入れてるんですけど、今日はオフ日なんで朝から少しいつもよりゆっくりできました。いつもだいたい朝4時くらいからトレーニングしてるんですけど、それがなかったんでだいぶ体休ませてもらえて、で今からちょっと職場に行って、仕事、まあ普通に仕事あるんでね、仕事してまた1日過ごして終わるんですけど、今日はね、どういうことをアップするかとかも全然考えてなくて、その時に思ったことをちゃんと話そうかなと思います。なんで結構真面目なトークになってしまうんですけど、ちょっとお付き合いいただければなと思います。まあ、いきなりなんですけど、僕が思うこうフィットネス業界のなんか、最近ね、ツイッターとかいろいろ見たりとか情報っていうのはとにかく集めてるんだけど、正直ちょっと僕がの中でびっくりしたのが、今こう世の中のキャンプにハマっている人たちとか、キャンプ自分たちやってるよっていうのをやってる人って多いじゃん。で、冬なんか実はキャンプの醍醐味であったりとか、で焚き火とかがすごく気持ちよくなる時期ではあって、でこうなんかショッピングモールとか行ってもこうキャンプ用品専門店とか行ってあるじゃん。あれ今人口の 7% なんだって。 7% だよ、やってる人たち。でもフィットネスってさ、健康に対してめちゃくちゃ必要なのにもかかわらず、まだやっぱこう 3% なんだって。ここなんとかしなきゃいかんなと思って、ここをなんとかするためにもどういう活動をするべきなのかなって考えた時に、もちろんね、今いろんなジムができてるんですよ。ちょっとでもコスト安くするためにとか、通いやすくするためにって安く設定して通ってもらうっていうのもあるし、効果をしっかり出すためにパーソナルで、まあその代わりね、すごい人件費もかかってしまうんでコストも高くなってしまう、いろんな試行錯誤がある中で、僕が考えてるのは唯一ちょっと一つだけで、入ってくれた人たちをしっかり続けてもらう、ファン化させる、フィットネスにハマってもらうような戦略っていうのに今力を使っています。そういうのを踏まえて、今こう例えば幽霊会員だったりとか大会者数っていうのをすごく僕はこうしっかりこう数字で読み取って対策をしているんですけど、まあこれがねどう出るかは分かんないよ、全然分かんないんだけど、とにかくトライアンドエラーでやっている最中なんで、これがね今 3. 何パーセントからどうやったら 10% になるのかな。もちろんね、資本がすごいある会社さんとか、なんかパワーのすごいあるお金いっぱい持ってる、まあ、個人でもいいし企業でも何でもいいんだけど、新しい事業でフィットネスに参入してくる、これもそうありがたいことだし、業界がすごく盛り上がる一つのね素晴らしい出来事だとは思うんですけど、どんどん施設が出来上がっていくのに利用者がいないのであれば、それはちょっと本末転倒かなと思うんで、店舗増やすことだけが 10% に直結するような最短の近道だとは思わずに、ちょっと愚直にね、ジムの設備を良くしたり、設備っていうかその会員さん満足度を上げていくような施策を投じたりしなきゃいけないな。やはりね、こう僕は泥臭くの方が性に合ってるので、そういうなんか声をね大事にしたいと思ってます。よかったら今日ね、特にあのコメント欄とかにこういうジムがあるといいなとか、なんかまあそれができるかどうかは別だよ、いろんなアイデアっていうのをこういっぱい書いてくれたりとかすると、まだねフィットネスに参加してない人たちも全然書いてほしいし、今ジムに行っている人たちは、うちの今のジムここがこうなるともうちょっといいんだけどなとかいうものがあれば、僕一人の力ではなかなかアイデアなんか出ないので、ぜひね、あの皆さんの協力をお待ちしております。コメントをねしっかり残してくれると嬉しいです。はい、あとはね、そうどんどんこう
いいジムっていうのが増えれば嬉しいしさ、今なんかね、こうどうしてもこうまだこうより便利になっていく方向に進んでいて、確かに便利なのは大事なんだけど、まだ 3% しかいないわけじゃん。 4% もいないわけよ。そこに便利になりすぎるよりは、なんかこうもっともっと行きたいなって思えるようなそのサービスを増やしていくべきなんじゃないかなって思うので、こいつサービスがいいんじゃないとか教えてくれると嬉しいです。あとはジムでね、こういうこと困ってますっていうのがあればぜひね、コメントください。まあとりあえずね、今日はね、今から仕事行ってまいります。 Vlog がね撮れるかどうかわかんないんで、ここはここで締めとしてね、一回作るだけ作ってきます。今日の動画がね、しっかりねコメントしてくれると嬉しいので、ぜひねチャンネルの高評価、そしてねチャンネル登録、僕の成長日記だと思って、背中を押してください。2022年までに、登録者数まず1000人を目指してます。1000人目指してるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございます。みんな付き合ってくれてありがとうね。またねー。